ではノミネート企業を発表いたします。まず株式会社セブンイレブンジャパン。セブンイレブンジャパンは日本国内に 16,319 店を展開、国内チェーン全店で4兆円を売り上げる日本最大手のコンビニエンスストアチェーンです。2013年8月、同社のフランチャイズに加盟する店主4人が、販売期限が近い弁当などを値下げして売る見切り販売の権利を同社から妨害されたとして損害賠償を請求していた裁判で、東京高裁は妨害の事実を認め、セブンイレブン側に計1140万円の支払いを命令しました。2014年10月に最高裁が、本部加盟店双方の上告を棄却したことで、この判決は確定しております。セブンイレブン本部による見切り販売妨害については、2009年に公正取引委員会が独占禁止法が禁じる優越的地位の乱用にあたると認定し、排除命令を出していたところです。見切り販売に代表されるセブンイレブン本部の不当な経営圧迫に対し、加盟店主らは2009年にコンビニ加盟店ユニオンを結成して団体交渉を要求。同社は加盟店主は労働者ではないと主張し、団体交渉を拒否してきました。しかし2014年3月には岡山県労働委員会が加盟店主らの労働組合法上の労働者性を認め、救済命令を出しているところです。昨今、学生アルバイトを正社員並みに、しかも学生生活に支障をきたすほどの低待遇で刺激するブラックバイトが社会問題化しており、コンビニバイトはその代表的な業種であることから、あります。コンビニ本部各社はこうした問題の責任は個々の加盟店店主らにあるとして、自らの責任を否定してきています。しかし業界にブラックバイトがはびこるのは、本部が加盟店主らから過酷な搾取を行い、そのしわ寄せが学生アルバイトに及んだ結果であるとも言えるところです。こうした構造はコンビニ各社で共通するものですが、セブンイレブンは業界の圧倒的強者であるほか、日本にコンビニフランチャイズを定着させた先駆者であり、業界内における責任も役割も大きく、そして前期事件がコンビニ業界の構造を示す象徴的な事件であると言えることからノミネートいたしました。2社目、暁産業株式会社。暁産業は消防自動車、消防用設備などの販売と保守点検を行う福井県福井市の企業です。同社ホームページによれば、会社設立は1951年、従業員数は男性33名、女性11名の計44名。2010年12月、同社の保守点検部門で働いていた当時19歳の男性社員が自宅で首を吊り亡くなりました。男性は高校在学中だった、同年2月に同社でアルバイトとして働き始め、卒業後の4月に正社員として入社したところでした。しかしながら入社後は直属の上司から辞めればいい、死んでしまえばいい、相手するだけ時間の無駄、もう治らないなら、この世から消えてしまえなどの暴言を執拗に投げつけられ、11月下旬にはうつ状態に陥ってとみられます。これらの暴言を含め、男性はリーダーからの指導内容を克明にメモに取るよう命じられており、この記録を証拠に福井労働基準監督署は2012年7月、男性の自殺原因は上司からのパワハラであると認定しました。その後、男性の遺族は暁産業と上司らを相手取り、福井地裁に約1億1100万円の損害賠償を求め提訴いたしました。会社側は全面的に否認しておりましたが、同地裁は2014年11月28日、典型的なパワーハラスメントであるとして、会社と直属の上司に計7200万円の支払いを命じております。これは2015年9月に双方の控訴を高裁が棄却し確定しております。暁産業は今回のノミネート企業の中で、事業規模から言えば最も小さい会社ではありますが、パワハラ内容の陰湿性に加え、未成年の労働者を自殺に追い込んだことの異常性、さらに悪質な違法行為の多くは無名の中小企業で起きていることも考慮し、ノミネートすることにいたしました。3社目、株式会社 ABC マート。 ABC マートは、ABC アルファベットの ABC ですね、 ABC マート名の店舗を全国で約800店を運営し、靴の専門店です。ABC マートは会社と労働者間で合意するサブロック協定で定めた残業時間以上の月97から112時間を残業させたとして、労働基準法違反の疑いで今年7月書類送検されました。今年4月、厚生労働省がブラック企業対策として東京と大阪に過重労働撲滅特別対策班、通称過特を設置して以来初めて書類送検されたケースです。同社は労働局から繰り返し是正指導されていたものの、改善が見られなかったと言われております。7月20日発表のプレスリリースでは、再発防止のために労務管理システムなどで全店舗でこのような問題が生じない体制を確立していると発表しているところです。各種報道によれば、現場は恒常的に人手不足、従業員を減らす一方、働く人には長時間労働を強いているといいます。なお ABC マートは最高利益を16年連続で更新しています。
厚労省がブラック企業対策に乗り出して以来初の書類送検事案であり、サブロック協定違反という極めて基本的な法規範に対する違法行為であることから、ノミネートいたしました。次に株式会社富士オフードシステム。富士オフードシステムは大阪や京都を中心に毎度大きに食堂や串屋物語、などの、飲食店や居酒屋を運営する会社です。同社は従業員の労働時間を改ざんし長時間労働させて残業代を支払わなかったとして、今年8月法人と、当該店舗の店長など16名が労働局により書類送検されました。先ほど申し上げました家督の大阪での初めての書類送検事案となります。各種報道によれば、従業員19人に対して月54から133時間もの時間外労働させたにもかかわらず割増賃金を払わなかったと。またある店長は労働時間を改ざんしたことを空気感でやったなどと話し、2人の従業員に関しては残業代も未払いであったとされております。従業員の中には長時間労働が原因で精神疾患を患い仕事を辞めた人もいるといいます。富士オフードシステムは過去にも労働局から是正指導があったにもかかわらず改善が見られないとして今回の書類送検に至ったものということです。厚労省がブラック企業対策に乗り出して以来大阪で初の書類送検、是正指導を受けても繰り返し長時間労働や割増賃金の不払いを続けていたためノミネートいたしました。5社目、株式会社明光ネットワークジャパン、明光義塾ですね。明光ネットワークジャパンは個別指導塾最大手明光義塾を運営する企業です。この十数年で塾予備校産業の大きな部分を占めるようになった個別指導塾業界を牽引してきたパイオニアです。明光義塾は全国で教室数2137教室、生徒数13万6890人を数える大企業です。個別指導塾では講師アルバイトに対して事業以外の業務に賃金が違法に払われないコマ給問題が蔓延しており、ブラックバイトの象徴となっております。明光ネットワークジャパンに対してもブラックバイトユニオン、個別指導塾ユニオンが同社及びフランチャイズ運営会社の労働条件改善を求め団体交渉を進めています。2015年10月には同社直営の宮城県内の教室に勤務する20代の学生講師アルバイトの申告に基づき賃金未払い、労基法24条違反ですね、で仙台労働基準監督署から是正勧告が出されております。同社では事業に対するコマ給と事業外業務に対して1日30分間分の手当が支払っておりますが、事業の準備と生徒の見送り、報告書の記入、片付けなどで1時間を超える未払い労働が恒常的にあったといいます。同学生は生徒のための仕事なのに賃金が払われず納得いかなかったと語っております。また全国の明光義塾のフランチャイズ教室でも今年8月には茨城、10月には埼玉、東京、大阪で労働基準監督署から是正勧告が出されているところであります。明光ネットワークジャパンが運営する明光義塾は個別指導塾最大手であり、かつ子どもに対する教育を行うことを業とするものであって、より高い順法意識が求められるにもかかわらず全国各地で労働局から是正勧告が出されていることからノミネートいたしました。最後になります。株式会社引越社関東。引越社関東はアリサンマークの引越社として全国で営業展開する引越しによる荷物の運搬等を業とする会社です。引越社関東のほか株式会社引越社、株式会社引越社関西、などのグループ会社で事業を行っております。従業員はグループ全体で3965人、グループ総売上は273億円とされています。引越社関東は同社従業員で、元は営業職であった A 氏をシュレッダー係に配転するなどしていたところ、2015年8月突如として A 氏を懲戒解雇し、その懲戒解雇の事由を罪状などと記載し、 A 氏の顔写真を入れた書類、罪状ペーパーと呼んでいますけれども、これを作成、これをグループ内の全国の店舗に掲示しました。さらに同社は同様の文面を従業員に送る社内報にも掲載し、これをグループ会社の所属従業員に送付しました。 A 氏が懲戒解雇の無効を訴えて東京地裁に仮処分を申し立てたところ、同社はすぐに解雇を撤回し復職を命じました。ところが A 氏が出社すると罪状ペーパーとされた書類が社内に多数貼り出されており、さらには A 氏の顔写真と北朝鮮人は帰れなどの記載のある書類までも貼り出されておりました。 A 氏の所属する労働組合プレカリアートユニオンの抗議行動に対しては、同社幹部らが同労組の関係者に対し、おいこら何しとんねん、われ言うてみこら、ちょっと臨場感なくてすみません などとですね、尋常ではない迫り方などをしました。なおこの場面を収めた動画が話題となり、 YouTube で190万回以上再生されに至っております。同社に対しては A 氏からシュレッダー係への配転無効の裁判が犯されているほか、同社が引越し荷物の破損等に対する損害を従業員にすべて負わせて給与から天引きしていたことから、全国各地でこれを取り戻す裁判が起こされております。他にも同社は採用基準に人種差別、ブラック差別と疑われる基準を持っていることが A 氏や元従業員らから告発されているところであります。
同社はアリサンマークの引っ越し者として赤井秀勝氏を起用したテレビ CM を多く行っている有名企業であるにもかかわらず、上記の通り労働者や労組に対する激しい対応が明らかになったためノミネートすることにいたしました。以上6社が今年のノミネート企業となります。